国鉄十二系客車、旅路旅路は、日本国有鉄道が1981年に改造製作し、1987年4月の国鉄分割民営開港は、西日本旅客鉄道が2007年まで保有した和式客車で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。リニューアル前の旅路テールサインスロフ12809塗装変更後、 国鉄広島鉄道管理局が1981年に改造製作した車内を畳敷きにした和式客車である。いずれの車両も12系客車より改造されており、両端の車両はスロフ12系800番台、中間の車両はオロ12系800番台である。改造は、畑製工場が担当した。畑製工場が初めて手掛けた12系和式客車で、 両端車の側扉が前後とも残っていることが特徴である。また、中間車のうち1両は、半室がカーペット式となっており、ここから他の車両への放送も可能である。トイレは、編成中半数を撤去し業務用室としている。図職については、改造落成当初は12系の標準職であったが、1987年3月に赤を基調に、幕板と、 車体裾部に金色の帯を通したものに変更されている。リニューアル後の旅路本編成は広島支社の団体臨時列車のパイオニアとして使用されてきたが設備の陳腐化が目立つようになり1994年10月の広島アジア大会開催を機に設備をリニューアルすることになった。後期短縮のため改造はついた高取 旗製の各工場で2両ずつ行われた。その際、両端車の編成順序を入れ替え、急トイレ側に曲面熱線吸収ガラスを備えた高屋根式の展望室を新設した。側窓はすべて固定式都市、ラウンジカーに改装された3号車の側窓は、季節の窓の2個分をつないで、大行のものにしている。都色は赤をベースとして、車体裾に白帯を通し、 黄色でロゴを扉開きと腰板部中央に表記している。また各社の愛称も廃止された。編成は次の通りである。主に広島地区の団体臨時列車として運用された。ありがとうございます。